本日は最後までのご鑑賞誠にありがとうございました。おかげさまで本公演も好評のうちに千秋楽を迎えることができ、年末の群馬公演が決定いたしました。そこで千秋楽だけのサービスカット、本当の一番長い日予告編、本日ご来場のお客様だけにご覧いただきます。強さゆえに利用され、強さゆえに愛されなかった一人の男がいた。土佐浪士岡田伊蔵。やめて、ダメつけや、ほんとダメつけや。何の用事だ、旦那がおかしなくてんねん。一人一両悪い話せねえの。ガンツリアすなよ。わしは全員のためにやってるわけじゃないぜ。全家国家のためにやってるんじゃ。全家国家、旦那が立派で、わしはいつだって自分の愛さで言ってるのか。しかし旦那だって何が利用なんじゃねえんですかよ。本当様ですね。いつまで？伊蔵さん、なんだかとっても危ないお仕事してるみたいなんです。近藤さんから言ってあげてくれませんか？危ないことはやめろって近藤さんから言ってあげてくれませんか？なんでそんなこと俺に言うんだい。友達はあいつだけだと言ってましたので、近藤さんの言うことなら聞くと思うので。おみさんよ、男のやることに女が口出すもんじゃねえぜ。壮大なスケールと圧倒的迫力で描く一大娯楽巨編、伊蔵の一番長い日、12月26日からの群馬公演にどうぞご期待ください。